ウミウは、カツオドリモクウ空ウ族に分類される鳥類。ロシア南東部、愛韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、中華人民共和国に先部、日本。日本では、九州以北の海岸で、局地的に繁殖し、繁殖地付近では、流鳥として、周年を生息する。それ以外の海岸には越冬のため、冬鳥として飛来し、南西諸島まで記録がある。 全長84から92センチメートル。翼海百133から152センチメートル。体重2から3キログラム。全身は緑色の光沢がある黒い羽毛に覆われる。くちばし器部周辺は羽毛がなく、白と黄色の皮膚が露出する。黄色部は三角形状に尖る。くちばしの色彩は黒みを帯びた黄色。夏は,は頭部と大腿部に白い羽毛が生え。 腰に白い反紋が入る。幼鳥は全身が黒か四色の羽毛で覆われ、仮面が白い羽毛で覆われる個体もいる。獲物を捕獲したウミウガン小海岸に生息する。植生は動物食で主に魚類を食べる。繁殖形態は卵性。小規模な集団繁殖地を形成する。海岸にある断崖の隙間に枯れ草や海藻を組み合わせた皿状の巣を作り。 5から7月に1回に4から5個の卵を産む。私有交代で放卵し、放卵期間は約4週間。ヒナは孵化してから47から60日で育つ。日本での迂回には本種が用いられるが、中国ではカワウが用いられる。これは本種がカワウより大きいこと、中国では本種よりカワウが多いことによる。 日本では1934年に壁島が、壁島ウトライチ、1945年に、テル島が、テル島ウトライチとして、越冬地が、1972年に、淡島が、淡島の大水なぎ鳥及び海ウ,ウ繁殖地として、繁殖地が、国の天然記念物に指定されている。ありがとうございます。